アスペン・ラッドは、アメリカ合衆国の女性総合格闘家。カリフォルニア州、フォルソム出身。MMA ゴールドファイトチーム所属。UFC 世界女子バンタム級ランキング3位。14歳の時から、MMA のトレーニングをはじめ、アマチュアで8勝1敗の戦績を残した。2015年、インビクタ FC で、プロデビュー。2017年10月22日。 UFC 初参戦となった UFC ファイトナイト、カウボーイ VS、ティルで、リナ・ランズバーグと対戦し、ニアールに、パウンドで TK を勝ち。2018年4月21日、UFC ファイトナイト、バーボーザ VS、リーで、女子バンタム級ランキング9位のレスリー・スミスと、対戦予定だったが、前日計量で、ラッドが、バンタム級の規定体重を1.8ポンドオーバーし、スミスが、 キャッチウェイトでの対戦を拒否したため、試合がキャンセルされた。2018年10月6日、UFC229 で、元インビクタ FC 世界バンタム級王者の、トーニャ・エヴァンジャーと対戦し、1R に、パウンドで TK を勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2019年5月18日、UFC ファイトナイト、ドサ・アンジュス VS リーデシジャラ・ユーバンクスと、 再戦し、3から0の判定勝ち、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2019年7月13日、UFC ・ファイト・ナイトでランダミー・エ VS ラットで、女子バンタム級ランキング1位のジャーメインでランダミーと対戦。試合開始直後に、右ストレートを被弾し、わずか16秒で TK を負け、プロ初黒星を喫した。2019年10月16日、 ラットは UFC ファイトナイトでランダミエ VS。ラットが行われたカリフォルニア州アスレチックコミッションに女子選手の試合であったためにレフェリーは早めに試合をストップしたとして試合結果をノーコンテストに変更するよう提訴するが賛成2票、反対3票の投票でレフェリーのストップのタイミングは正しかったとして指示され、ラットの提訴は否決された。 2019年12月7日 UFC On ESPN オーバーム VS ラザンストロで女子バンタム級ランキング7位の矢中つ塚矢と対戦し TKO 勝ちありがとうございます